気がするいやいや、なんかね、ピリピリ来た。
甘カピ。でも私もビリビリってきました。でもなんかもうわかんない。なんかビビりすぎて。いやなんかね、もうね、なんか思い込みですか。エネルギーが溢れてなんかピリピリきてた。なんかエネルギー溢れてるのわかんない。これアメリカ系。あ、アホじゃないよ。ちょっとじゃあちょっとレベル上げてください。レベル。いや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 。でレベル上げたらはっきりわかるでしょ。音楽長すぎないですか。めっちゃ怖いんですけど。すごいなんかもう手プルプルしました。俺も結構早く押しちゃったんだけど。笑い止まんなかったです。てかね、説明書の英語だからよくわかんないよね。まあ、英語のワーニングがもうわかんないですね。もう怖かった。14歳以下使用禁止です。うん、ノーマル。あ、これ長いやつじゃないですか。エクストリーム3ショック。ノーマル1ショック。ノーマル1ショックで。もうびっくりした。3にしてあるし。そう、だから 3人来るんですよ。あ、そういうこと。え、でも私痛くなかった。え、私痛かったです。痛かったよ、今ビビってきた。なんかビビりすぎて。3ってことは、ね、1人しか免れないってこと。え、 3？ え、これレベルだと思うよ。当たるのは、俺だってこれ最大にしても当たったの、うん、ルールちゃんとしてる。ほのぼの放送って書いてある。ほのぼの放送。すっげー緊張メール。ほのぼのじゃないもん、すっげー。はい、じゃあやるよ。三回、やばいこれ。レベル何にします。三段階で三ってこと。痛いんですか。四段階で三。ちょっとそれやばくない。二にしてください。今一も結構痛かったですよ。声出なくなった。二にしますか。二にしましょう。じゃあ二でいきましょう。うん、女の子もいるし。そうね。俺もビビリだからさ、ちょっと。いいですか。怖いよ。いいですか。笑っちゃう。はい、あーし、大丈夫だった。あれ？え？え？来ない。来ないです。来ないです。来てない。めっちゃもうまだ来てない。合コンだなとかね。まあ確かに。来てないですよ。来ないですよ。みんな一斉に来んだよ。じゃあ誰か嘘ついたじゃないの。ドローとか。全く。いやいや、我慢できんのかい。我慢できんのかい。痛かったです。じゃあこのスリーショックにする。やっぱエクストリームスリーショック。何なんですか。何なんですか。エクストリームスリーショックって何ですか、皆さん。やだよ、また3人とか来んの。本当、さっき良かったですよ。エクストリーム。さっきより強くしてるんですよ。これ欲しいよ。これあのビリビリマシーンとかで検索すると出てくると思います。いや、めっちゃ痛かったです。私もなんかもう腕ビリビリしてます。いや、やっぱこれ筋肉痛なんですよ。ノーマルでいいの。これが人数なんじゃないの。じゃあ関係ない人数って。いや、人数は多分の光だと思うよ。思うよ。思うよ、思うよ。ちゃんと3にしますか、じゃあ。エクストリームしますか。はい、3にしますか。はい。の2にしますか。はい。じゃあもう一回始めます。もうなんかもう腕がちょっとこっち来すぎじゃないですか。はい。関係ない。関係ない。そうそう。いいですか。はい。行きます。はい。2回とも同時？ちょっと今の2人でやってみてください。そう、2人でやってみればいいじゃないですか。で見ればいいじゃないですか。じゃあ最大にします。最大。最大。ねえ、そんなことないっすよね。なんで？おい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 。いやね、これなんかもうすごい緊張したのに今なんか。え、もうてか、なんでだろう。なんで初っ端だけ来たの？今だってめっちゃ痛かったですよ。いや結構来たよ、しょっぱ。やっぱあからさまに来てない時と来てる時違うもん。ピリピリしてましたもん。来た時はもう全然平気です。全員成功だよ。2人で2本ずつ持っていればいいけど、めっちゃ難しい。ちょっとお二人でお二人やってみてください。いや仕組みが分かってない。腹筋が悪いです、これ。腹筋が4つ持ってばいいんじゃない。最大にしてある。すごいよ。あれ？今俺押したの？